随分大きなキューブだけど、こんなの体に戻るの？よし。そうだな。こんなのどうやって体に戻すんだ？さあな。俺もキューブが戻るところは見たことがねえからな。食うのかよ。こんな量食えねえぞ。それにあんまりうまそうじゃねえな。いや、さすがに食わねえと思うぞ。トリコ、一度戻りましょう。考えるのはそれからよ。さて、あら。邪魔よ。この辺にいる奴ら、なんか宝は渡さないぞって言ってるな。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。逃げようったってそうはいかないわよ。さっさと片付けておくか。俺に任せろ。さて、行くわよ。豪華する。きつい一撃だな、ロビン君。興味があるなら、あなたもどうかしら。全力で遠慮させてもらうよ。悪くないわね。少し強くなったぞ。それにしてもさっきの遺構、ずいぶん雷の研究が進んでいたわね。そう、ウェザリアで学んできたナミがそう言うなんて相当。お前ら遅れるんじゃねえぞ。私たちを狙うなんて、ちょっと黙って。俺に任せろ。これで終わりだ。俺はまだまだ強くなれる。そう、ウェザリアで学んできたナミがそう言うなんて相当ね。その研究の結果、あの巨像が作られたってわけか。ええ、多分ね。とんでもない技術だわ。とにかくでかいキューブをなんとかしねえとな。でもどうすりゃいいんだ。ま、いろいろ試してみるしかねえな。すんだよ、やめろって。おとなしくしてろ。今キューブを戻してやる。お前ら、いい加減にしろ。何しやがる。
手伝ってやってんじゃねえか。どうやら大きなキューブは強引に押し付けても吸収されないようね。悪いが俺にはわからないな。このキューブに関してはリムのやつに聞いてくれ。仕方がないわね。リムを探しましょう。向こうにも何かあんのか？うん、やっぱりだ。こっちの方からリムの匂いがするぞ。チョッパーが言うなら間違いないわね。見て、小さな砂浜のところ。奥にいるの、そうじゃない？どれどれ。ああ、あれはリムで間違いねえな。よし。聞こえている？うん、聞こえてる。あのね、私アディオを助けてあげたいの。アディオの言葉はいつも正しいし揺るがないわ。きっとワフルドのためになってくれると思う。残念だけど、まだ私は彼を信用できないの。彼の行動を裏付けるのは彼の言葉だけだもの。でも、ここにいたのか、リム。リム、この大きなキューブが体に戻らないの。あなた、理由がわからない？リム。仕方がないわね。少し力を貸してあげる。キューブを渡して。ここまで大きなキューブになると自然に吸収することはできないの。取り込めても記憶された内容をもう一度体験しなければ本当の力としては定着しないわ。どういう意味？口で説明するより直接見た方が早いと思う。あっ！
ビビちゃんの国か。しかし、本当にこれが思い出の中なのか？すごいわね。本物の菜の花の港町と変わらない。ここはアラバスタというのね。あなたたちはここでどんな冒険をしたの？どんな冒険って言われても、一言では難しいわね。具体的に。ビビちゃんを助けるためにアラバスタにやってきたんだったな。そうだな。バロックアクスがアラバスタを乗っ取ろうとしていたから、それを防ぐために戦って。犠牲はたくさん出たけど、クロコダイルを倒して。明確なのはそれね。そのクロコダイルを倒したというのが、あなたたちがここでした一番大きなことよ。じゃあもう一度あいつをぶっ飛ばしゃいいんだな。簡単じゃねえか。待って、まだ言っておかないといけないことがあるわ。この世界はあなたたちの記憶で作られているけど、前と全く同じことが起きるとは限らん。どういうことだ？ここは俺たちの記憶で作られてるんだろ。だからよ、記憶って曖昧なものでしょ。それにこれから起こる出来事も、現れる敵も、現実…え？そりゃどういう仕組みだ？簡単に言うと、あなたたちが強くなった分、記憶の中の敵も強くなってるってこと。そうなのか？俺たちが強くなった分、クロコダイルも強くなってやがるのかよ。でも待って、今の私たちって前より弱くなってるんでしょ？ええ、その通り。メモリアを作っているキューブは完全なあなたたちから取り出したもの。つまりあなたたちは不完全な状態で以前より強くなった敵と戦う。そんなの不公平じゃねえか。それでもこれがメモリアの仕組みだか。マジかよ。なんだかよくわかんねえけど、まあいいじゃねえか。まとめてぶっ飛ばしちまえばいいんだろ。それでクロコダイルの野郎はどこにいるんだ？だいたいここはあの時のアラバスタのいつの頃の世界なんだ。まずそれを知ることから始めた方が良さそうね。情報集めは私に任せて。当時のことならこの中で一番詳しいから。そうか、ロビンはバロックワークスにいたんだもんな。